イブ化を受けることについてですね、先にそういうことは一番大事だと思いますし、先の話を聞くとやっぱその上下関係は多分理解しましたが反対する気持ちはまだ残ってますから、それは多分その自分が育てる環境と日本の環境は全く違うから、ずっと日本に住んでてもその自分が形成された環境を忘れないと思いますから、上下関係はそのものだから別に守ってても大丈夫なと思ってて、で自分の心に、上下関係なんて意味わかんないなって思えば大丈夫だと思いますけど、私もフランスに帰ってからAFS の、 学生ボランティアとして活動しましたが、そこからも自分が1年日本に住んでからフランスに帰って、その派遣制 の、 様子を見てから、やっぱりそのフランスの文化を受け入れるのは難しいなと思いながら結構勉強になりました。そのシステム、その国たち国が全て違くてシステムも全く違うから、その次に入ると結構難しいなと思いました。あらゆるの視点から見るといろんな細かい点を入れなきゃいけないんですから、それは多分大変というか時間がかかりますね。